今回は山本太郎議員が能登における復興が依然として進まない状況を憂い、担当大臣に具体的な要望を求める場面です。実際にボランティアとして現場に入った山本太郎議員だからこそ被災者の窮状がわかると感じます。質疑の中で仕切りの悪い委員長と質疑を早く終わらせようとする自民党議員の邪魔が入ります。それではご覧ください。山本太郎君。はい、公費解体について、今のままでは公費解体の大幅な遅れ、避けられないと考えます。最大のネックの一つは、所有権者の同意など、時間のかかる部分、被災者本人、または被災自治体が訴訟リスク、法的責任を負うことを避けたい思いから、結果、解体どころか申請にも進めない現実があります。そこで大臣に、住民と自治体への訴訟リスク、法的リスク、これ、国が負うというルール作り、お願いできないでしょうか。それ、大臣にイニシアチブを取っていただけないでしょうか。いかがでしょうか。松村大臣。先般もこのご議論ございましたが、議員立法を考えていらっしゃるということでございますので、そのことについては国会でお決めになることでございますので、私はコメントを控えさせていただきたいと考えておりますが、その上で、公費解体については、山本委員と同じような懸念も持っております。これからどう加速していくかが必要でございまして、そのために、今回、宣誓方式であるとか、滅失登記であるとか、こういう作業を行い、申請を進めてきたところです。ただ、問題はそこにもございますが、現実進んでない理由は、やはり申請を行った後の、補償コンサル、この不足でございまして、これがまず一つありましたので、ここを300名体制で環境省にお願いをし、体制を取らせていただきました。加えて、今回、発注がどんどん進んでいきますれば、業者の数も600班体制ということで、準備をいただいておりますが、それでも足りるのかどうかということを今、環境省と話しておりまして、全国からの受け皿を準備をするべきだと、そのためには支援者の方々のための宿泊施設の確保等も必要ではないかなと考えております。山本太郎君。すいません。議員立法で進めたいっていう話に関しては、大臣、政府側にそれをやっていただけないであるならば、議員立法でっていうような話なんですよ。なので、中身のこと知らないとか、それに関しては国会でお決めになることだっていう話じゃないんですよ。認識があるのかないのか、そしたら認識があるんだったら、先回りしてそれをやってくれませんか、政府から。それが一番話早いですよね。で、後ほどいただいたご回答っていうのは、もうすでに皆さんがご存知のことなんです。もうすでにやっていることに関しては、存じ上げております。そこから先、今、滞るっていう部分に対して、いかにそのボトルネックを解消していくかってことに関してのお話をさせていただいているので、できれば簡潔にその部分に関して本質的なやり取りをさせていただきたいということでお願いいたします。では先に進みたいと思います。資料1、石川県災害廃棄物処理実行計画で、被災住宅解体作業の終了は来年10月末の目標。この目標、残念ながら現実とは言えない。資料2、過去の災害でも解体作業の遅れだけでなく、解体を始める以前の手続き、所有権者合意や事業発注などの手続きに相当の時間を要し、目標時期に完了しなかった事例も多い。最も深刻なのは、直近まで暮らしていた住民が家の解体を決意、住居解体後、他の所有権者が現れ、訴えられるリスク。そこには解体を決めた住民だけでなく、解体を行った主体、自治体が訴えられるリスクもある。そういった訴訟リスクを避けるには、所有権者全員の合意を取る必要があり、時間がかかることから、公費解体申請が大幅に遅れる。どこの被災地でも生じている問題ですよね。資料4、能登半島地震でも公費解体の申請ができない事例がいくつも報じられてきた。所有権者全員の同意がなくても、現在の住民が全責任を負い、市町村が解体を進める宣誓書方式は、環境省も使えると被災自治体に通知している。資料5、しかし、前回の本委員会で少なくとも本災害において、7市、7町が宣誓書方式の導入をためらっていると確認。宣誓書を取ったとしても、所有権者全員の同意を取っていない以上、自治体が訴えられるリスクは消えない。資料6、石川県司法書士会も自治体に責任を負わせない方式の必要性を指摘する。自治体としては自分たちの訴訟リスクだけではなく、地元住民に責任を背負わせる方式。さすがにこれ気が引ける部分もあるでしょう。資料7、穴水町は国が責任を負う仕組みの必要性を訴える。このままでは宣誓書方式があっても解体申請は進まず、そもそも解体に着手する手前のところで止まってしまう。そこで追加されたのが、1階部分潰れてる、建物全焼など、建物性がないと認めたものは、所有権を消滅させ、解体できる、職権滅失登記であると。資料8、しかしこの方法、調査手続きに時間がかかり、過去去の災害では3年以上かかった例もある。そこで前回の本委員会で必要な法改正の方向性、骨子を示しました。前回は内容を承知していないからコメントを控えると。今回も同じようなお答えをいただいた大臣なんですけれども、そういうようなあなたが懸念されているようなこともあるし、すでにやってることもあるけれど、供給部分、業者の部分だったり、いろんな部分に問題があって、そっちはもう着手し始めてるよってことは先ほどの答弁で確認をさせていただきました。で、私がお願いしたいのは、この公費解体の申請までいかない、申請が遅れる理由の一つとして、住民と自治体に訴訟のリスクがあるという部分、ここに関して先ほど、その認識はあるよとおっしゃいましたけれども、もう一度、それは認識があるってことでいいんですよね。一言でお願いします。松村大臣。なかなか一言では表現できませんが、答弁させていただいてもよろしいでしょうか。確認と申すか、公費解体につきましては、やはり現在、先ほども申し上げたような手順で、なんとか加速させていこうと努力をしておりまして、前回の委員会から随分進んでもまいりました。ご指摘の点については、それらがどれぐらいあるのかというのがまだ詳細が見えておりませんので、これをどんどん進めていく中で、やはり把握する必要もあるかなというふうに考えております。山本太郎君。もうすでにボトルネックになるっていう部分は、もうはっきりしてるわけですよ。そこに対して先回りしてやってくださいってお願いを重ねてしてます。認識があるとおっしゃったんだから、先回りするべきでしょ。野党時代の自民党、公明党は被災地にかなり寄り添った提案してましたよ。熱持ってやってましたよ。与党になったら変わるんですか？資料9、東日本大震災を受けて自民党、公明党など野党4党、平成23年7月1日、災害廃棄物の処理に関する特別措置法案を提出。資料10、当時この法案提出者、法案賛成者の中には、現在の国交大臣、農水大臣、経産大臣、財務副大臣、文科副大臣など名前を連ねている。この法案、被災市町村の要請で災害廃棄物の処理を国が代行。その場合の処理費用は全額国負担。市町村が処理施設を新設した場合の費用なども全額国負担とするもの。その1週間後、民主党政権が出した法案は、廃棄物処理は市町村の自治事務。だから一部市町村負担を残すと。一部負担させるんだということになった。全額国が負担しない民主党政権のやり方に対して当時の自民公明、これ怒ってくれましたよ。政府が直接全額負担しろと。全額国庫補助は処理を迅速に進めるために不可欠であると。被災地なんとかするために平時の理屈乗り越えて国が責任持って救済せよと熱く求める思い語られまくりましたよ。当時の主張をご紹介します。2022年復興大臣を務めた秋葉議員、当時、今求められるのはまさに平時ではなく緊急時、非常事態の対応であります。中略、平時の論理を乗り越え国が確実に全額負担する仕組みを講じていかなければなりません。これこそ我々政治家に課せられた使命であり、真の政治主導だと確信をいたしております。2015年16年環境副大臣に務めた井上議員、今やはり瓦礫あるいは廃棄物がたくさんあることによって粉塵だとか悪臭だとか感染症だとか、いわば二次被害の恐れもあるわけですよね。中略、平時の理屈を覆し、そして財務省の理屈を覆し、やはりちゃんとこれだけはやっていただかないと私ここだけは納得いきません。これ苦しむ被災地を救え、全額国負担。当時の自民党公明党の行動力には敬意を表したいと思います。一方、自公政権に変わった今、廃棄物処理に関して負担割合当時より減りましたけれども、全額国負担になってますか？なってませんよね。政権取ったんだからやる気あればできるはずですよね。野党時代とは考えが、熱量が変わったんですか？そう思いたくないんですよ。一生懸命やられてることは知ってるから。被災自治体の費用負担は全額国が持て、など、野党時代の数々の主張は、これひとえに、進まない復旧復興は許されない。被災地への思いでしょ。迅速な対応を国が先回りしてやれ。非常に真っ当な考えから来たものですよ。どうかこの災害においても、復旧復興のネックになり得る部分の解消。いろんな分野でいろんなネックがあると思うんだけど、その部分の解消に当時の熱量を持って取り組んでいただきたいんですよ。今決めた制度でしばらく様子を見ますからという悠長なスタンスではなくて先回りしてください。それこそが必要。被災地に必要なことでしょ。だって総理自身が必要なことは全部やる。必ずやる。コミュニティを守る。そう宣言されてるんです。その方針に沿うものでしょ。大臣、住民と自治体への訴訟リスクは国が負う。これに関してそういったルール作りを大臣のイニシアチブでお願いできないですか。いかがでしょう。松村大臣。ご指摘のように、自治体が財政負担をもとに災害復旧が遅れるということはあってはならないと思います。ただ、先ほど自民党のお話をなさいましたが、熊本地震では安倍政権下で、今回と同じような形であらゆる手段を講じて、自治体の負担を最小化する、こういったことをやっていただいたところでありますので、まずは私の今の立場とすれば、災害公費解体をできる限り加速させ、その中でどんな状況があるのか、しっかり被災自治体とも緊密な連携を取りながら進めてまいりたいと考えております。山本太郎君。熊本の時には総理にお世話になって、処理費に関しても国負担が増えたんだというお話は分かりますけど、でも結果として地元負担は残ってるわけでしょ。そこ一番野党時代に自民党公明党が起こってたところですよ。そしてこの災害でもそうじゃないですか。で、今のお話であるならば、イニシアチブを取ってやっていただけるということにはならないと思うんですね。ならば、ご自身でなかなかそこが難しいならば、せめて今ここで議題に上がっている、地元住民、そして被災自治体に対して訴訟リスク、これを避ける、国が負担をする、そこは守るんだということに関して必要じゃないかということを、総理に相談、これぐらいはしていただけないですか、いかがですか。松村大臣。私といたしましては、まず状況をしっかりと把握してまいりたいと考えております。山本太郎君。先回りしてくださいってお話をさっきからしてるんですよ。もうすでにあるものがこの先どうなるのかっていうのを見ていくわねっていうことで、結果が出てからじゃその時点でもうその先スケジュール遅れるってことにしかならないじゃないですか。全国の自治体で同じようなことがあって、大体ボトルネックになるとこ一緒だねっていう話なんですよ。もちろん能登地震ということによって能登半島特有の地理的不利だったり、いろんなことでボトルネックになる部分はあるけれども、大概どこも似たような案件がボトルネックになってる。その解消を今お願いしてるんですけれど、被災地思う気持ちがあったら総理にやっぱりここ相談ぐらいしていただかないと困るんですよ。本委員会委員にお聞きしたいんですけれども、公費解体が遅れる要因を取り除くためにも、住民と自治体への訴訟リスク、国が負う、こういったルール作りを目指すっていうことに関して、反対の方いらっしゃったら挙手お願いします。いらっしゃらないですよ。当然ですよね。大臣が認識されていないなら議員立法で進めてくださいと6月7日本委員会に求めました。何ですか。ご発言されるなら手を挙げてください。何を仕切るんですか。この委員会は、委員からその挙手を求めて、委員が挙手する場ではありませんので。じゃあ挙手、今の私に言ったことを全員に求めてもらえますか。そういう場ではありませんので、質問を続けてください。何言ってるんですか。何言ってるんですか。ちょっと待ってください。おかしいじゃないですか。もちろん会の進行に関しては当然委員長にそれはお力がそういう役割でしょう。でも一方で、私にそういうことをやるなって言うんだったら委員長が仕切ってくださいよ。そこ委員長もそこをやる気がないんだったら止めないでくださいよ。何の話をされてるんですか。で、6月7日本委員会に求めました。議員立法で進めるように。その後6月14日の、理事懇談会で各会派から制度改正の具体的な条文案が提示されれば検討すると回答があった。これね、私たちのような小さなグループが条文案を示して乗る修正など調整する、そんなやり方では時間がかかりすぎて立法の実現性が担保されません。だからこそ条文案持ってこいっていうスタンスではなくて、超党派でみんなで作りたいんですよ。取り組んでいただきたいんです。資料11から13まであくまでも一案としての立法イメージです。この立法イメージに固執つもりはありません。固執するつもりない。自治体申請者に法的責任を負わせず、公費解体を円滑化できる、より良い案があるなら提示していただいて、協議進めてこれ形にしていただかないと、これ、スケジュール間に合わない、コミュニティ守れない、委員長、本委員会としてそのような取り組みを求めます。加えて、上下水が自宅で使えない生活者、多数です。奥能登では。例年以上の猛暑が始まります。食事を減らされたりとか、様々住民で困ってる人たちいっぱいいる。問題山積、能登半島見捨てないでいただきたいんです。つまりは何か、コンスタントに閉会中審査も開いていただきたいです。いかがでしょう。午後理事会で協議いたします。山本太郎君。もうすでにやっているということは十分存じ上げております。政府がやっている、大臣がやってくださっている、各省庁がやっているということは存じ上げています。でもそのままだったら、やっぱりこれちょっとうまくいかない部分があるかもしれない。どうか先回りをしていただきたいというお願いなんです。先ほどの案件、もちろん委員会ではお願いした部分ですけれども、どうか大臣、総理にお話をしていただきたいんです。コミュニティを守ると約束した総理に恥をかかせないでいただきたい。そのためにはもう一歩踏み込むように総理にぜひお願いをしてください。よろしくお願いします。時間の申し上げの時間が参りましたので、答弁の判決願います。失礼しました。すみません、ちょっと今のは、間違いでした。今のは間違いでした。今のは、答弁を求めていないので、以上ただ申し合わせの時間が参っておりますので、おまとめください。質問はもうやめましょう。やめましょう。今まとめてください。最後、時間がないと何度も申しましたので、まとめてください。今、最後に大臣に答弁を求めるような形で、委員長が振ってくださったのに、どうして自民党邪魔するんですか、それ。邪魔してるじゃないですか。答弁求めてないだろうって、答弁求めてますよ、当然。邪魔しないでくださいよ。被災地切り捨てるんですか。野党時代の被災地をなんとかしたいっていう思い、もう一度思い出してくださいよ。時間が参っておりますので、お待たせください。今まとめてるところですよ、はい、そう言われたので、はい、お待たせください。ぜひ閉会中審査、必ずコンスタントに開いてください。よろしくお願いします。本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。まずは、一時避難所の利用者の方々にお話を伺った、寝床として使用されている段ボールベッド、寝心地が良い、といった報道は、これまでにもされてきたが、製品としても、半年以上もの避難生活を送る前提では考えられていないだろう。実際、訪れた避難所では、半年以上、段ボールベッドで生活を送り、エコノミー症候群になった被災者もいらっしゃった。私も横にならせていただいた。ただただ、硬い。今までの人生で、家具売り場などで展示されるベッドには、すぐお試しで横になってきたこと、数十回以上の私であるが、そのどれよりも、はるかに硬い、と感じた。これでは、疲れを取ることは難しく、溜まっていくことになるだろう。物資提供などで、マットレスが届いた避難所もあるようだが、ばらつきがあり、そのような提供品があるならとリクエストをしたが、すでに遅く、全員分はもらえなかったという。避難所生活が7ヶ月以上にまで及んでいる状況と、仮設住宅完成の遅れを鑑みれば、支給寝床をはじめ、環境改善を進めなければならない。経済を回す、という言葉で、何かと被災者支援を絞ろうとするのでなく、日本の優秀な寝具メーカーから、深い眠りにつける寝具を、国が避難生活者のために買い上げて、経済を回されてはいかがか。甘えているのは、被災者ではなく、このような状況を放置している行政や、国が責務を果たさず、甘えているのである。